や、私は正直言って日本のメディアを見直しましたね、まあ、特にワイドショー、ここまで準備をしているのか、うん、まあ、むしろ 感銘を受けた。割とそもそも日本のテレビ業界の意識が結構最近になって変わったのではないかという気がしているんですよ、うん、で最初僕がそのテレビ出始めた頃ってなんかとにかく短くとかとにかく分かりやすくみたいなことを求められたし、この番組は主婦が見てますからみたいなことを昔は言ってたんです。難しい話でも噛み砕いてさえくれればしてもいいし、ある程度まとまったコメントをしてくれてもいいしみたいな感じに変わっていって、だからなんか最近 の日本のワイドショーってあの夜のニュース番組とこう劣らぬぐらいきちんとリサーチをして、うん、だからっていうふうにね、意外とテレビの新しいフロントがなんかこう、うん、ワイドショーにあるような気がする。